やあ、せつなけいすけだよ。皆さんはココロフトという事務所をご存知でしょうか。ココロフトとは、俺が推している VTuber コロ調査隊が立ち上げた VTuber の事務所です。コロ調査隊っていうのはね、前に1年半前ぐらいに確か缶バッジの開封動画を出したと思うんですけど、あの女の子ですね、俺の推しの VTuber さんでして、もうなんていうか、俺が予想だにしてないような活動を繰り出してきてさ、まさかそんなことまでやるんじゃっていうところまでやってこれる、来て、そういうところがですね、俺の推しポイントになるんですけども、まさか自分で事務所を立ち上げるとは思ってなかったさすごい驚きだったんですが、所属 VTuber はコロ調査隊以外にもショコラ、ユズの3人がおりまして、見てください、この3人めちゃくちゃ可愛いでしょ。この動画の説明欄にそのココロフトのチャンネルの方 URL 貼っておきますので、気になった方はそちらの方ぜひ見てみてください。さて今回はですね、そのココロフトがウェブポンっていうね、オンラインでガチャを引ける、ガチャを引いていろんなグッズが当たるようなサイトとコラボしまして、ココロフトのグッズが当たるガチャが今期間限定でやっておりますので、そちらを引いていってと思います。当たるグッズはこちら。まあ VTuber のグッズでよくありがちな缶バッジとかアクリルキーホルダーとかがあるんですけど、一番狙っているのはこちらのレア賞アクリルプレートっていうのがありまして、これがね、手書きのサインもついておりまして、すごい綺麗なんじゃないかなって、飾りたいな、部屋に飾りたいなっていう欲がまみれてきておりますのでねぜひとも当てたい、当たる確率は低くてもぜひとも当てたいという気分でやっていきます。というわけで今回ウェブポーのサイトにやってきました。購入プレイ動画いきまーす。よいしょ。あ、こんな感じになったんだな。一個ずつ回していく感じになるんやな。では20個1個目いきまーす。よいしょ。何が出る何が出る、ココン。まず1個目、あ、まずはショコラタスやな。いい衣装ってことは一番下のやつかな。とりあえずまずショコラタスの A っていうのがあるんやな。ちょっとどれぐらいの塩梅の数があるのかわかりませんけど、まずショコラ A を手に入れました。ショコラ A ってなんか薬の名前みたいな感じそんでこれが2個目です。これ、あ、 C 衣装アクリルキーホルダー、そういうのショコラ C あー、ロゴのやつがあるんやな。こういうキャラの絵じゃなくてさ、ロゴのやつがあるんやなはい、次3個目。はい、いいでしょ。缶バッジコロ調査隊 D やってね、D とかあるんじゃん。ねこれが4個目。あとゆずちゃんの缶のなんかグッズも欲しいところですが、果たして、あー、缶バッジコロ調査隊 B が来ました。とりあえずかぶりがないな、とりあえず今のところ。うん、このちょっとさ、同じ缶バッジでもちょっと種類によってデザイン絵によってちょっと買い取る人が違うんかなっていうタッチが感じがするんよな。結構ちょっと花嫁っていう感じのタッチの絵が来ました。次、5つ目。あー、ダブった5個目ですでにダブっとんやけど。く
その笑顔、今はいらないその笑顔。これが6個目。おっと、ここはショコラ A。このショコラだとさ、純粋無垢な顔をしとって可愛いと思うよな、俺。喋ったらさ、ちょっとおっとりしたような感じでね、そちらも可愛いんですけどね、配信とか見よったら。ゆずちゃんまだ出てきないけど。まだゆずちゃんさ、活動し始めて、この3人の中じゃ活動し始めてさ、まだデビュー配信、自分のデビュー配信やってない子やけんさ、ゆずちゃんのグッズはさ、結構、レア度が高いみたいな。今回初やけん、初めて出るけん、レア度が高いっていうことを聞いたんやけどさ、全然出えへんな。これが7個目。あー出てきた、そんなこと言おうたら出てきた。カムロユズ B 来ました。この笑顔、皆さん、この笑顔ですよ皆さん。カッパッチの笑顔は素晴らしい。3人の中ではちょっと清楚系っていうかさ、なんか文学少女っていう見た目の印象があります。でもバチバチゲームが上手い子らしくてね、この子。なんでも、ココロフと3人でポケモンユナイトとかの配信やりよった時は、この子が腕前が良くて、2人に C 出したり、いろいろ押しよったりしよったし、裏ではエイペックスもやりようらしいしね、この子。ゲームが一番、ゲームの腕前は結構高いっていう話を聞いたことがあるな、ゆずちゃんは。次、8個目いきまーす。はい。師匠、アクリルキーホルダーの方。アクリルキーホルダーのグッズはさ、持ってないけん、これ良きよね。これ飾るアイテムがどんどん増えますな、これ。飾らないいかんアイテムがどんどん増えております。残り12個。9個目です。アクリルキーホルダー、ショコラ A 来ました。なにこれ。なんで、これ、びっくりした。これ、星に見えたけどさ、これ、クッションか。こういう絵もあるやな。クッションです。すごいよだれダラダラダラって。かわいいけど、なんかちょっと純粋無垢やな。純粋無垢なショコラトスが見えました。ショコラ A が来ましたね。まだ D 賞が出てきてないんかな。 D 賞と B 賞以上が出てきてない。だいたいなんか出てきとるもんが偏ってきとるというかあるんやけど、あと10個で出てくるかな。アクリルキーホルダー、あーなんかすごい初音ミク感が彷彿させる感じのツインテールできました。デビューした当初はツインテールだったんやけど、最近ちょっとロングとか髪型が変わったところも見えておりますが、華やかないろんなリボンつけて、さあ残り10個になりました。あと半分どれぐらいの塩梅が出ましょうか。あー B 賞、初めての B 賞はアクリルスタンドキーホルダーショコラさん。ショコラタスのアクリルキーホルダー、アクリルスタンドキーホルダーか。あ、これあれなんか、アクリルスタンドとしても飾れるんやけど、キーホルダーとしてもなんかどっかにつけるような感じのグッズがあるんやな。土台があってそこに差し込んで立てることもできる感じなんだ。それのショコラタスのバージョン。ちょっと座っとる姿も可愛いな。 V で座っとる姿っていい、実はあんまないかもしれんな。 VTuber って立ち絵がメインであって、座っとる絵ってあんまないんかもしれんぞ。これどうしたら結構レアかもしれねえ。残り9個、残り9個っと。
缶バッジ、これはまだ当たってないやつやな、これ。ええやけん、お祭り漢字の、お祭りの漢字の黒調査隊 A の缶バッジ来ました。なんかリンゴ飴加えよる、前にも見たことあるけどさ。何やったっけな。確かあれよ。黒調査隊の、ブースのグッズでノートがあってさ、それの表紙に、確か、リンゴ飴加えた黒調査隊の絵があったような気がするよな。あれなんか、夏祭りといえばリンゴ飴なんかな。この子に対して、とっては。さあ、そろそろ A 賞とか欲しいな。いいしょ。あー、君の笑顔は何回見たのか。やばい、割と出てくるな。割と W が出てくるもんなんやな、これ。完全な確率やもんな。はい。あ、いいしょ。あ、これは、あ、この絵はなんか前にも見たことあるな。これもブースのグッズで販売されとった、ジグソーパズルに書かれとった、黒調査隊の絵やな、これ。こういう座った絵がさ、映っとるジグソーパズルがさ、ブースで売られよったんよな。今でも多いよんかな、ブース行けば。これが残り6個。数は少なくなってきた。お前出すぎよ。お前出すぎないよ、この笑顔。そう、なんかレア賞とかさ、激レア賞とかあるけどさ、そういうのが出たら嬉しいんやけどさ、出ませんかね、レア賞のやつ欲しいと思ってるんですけど。あーっと、ここは缶バッジだ。 D 賞缶バッジが来ました。ファンさしちゃうぞ。あーあー、この調査隊のファンサっていうね、歌ってみたの曲やね。ファンサっていう曲を歌ってみた動画がありましてね。これのさ、掛け声の部分があるんですよ。好きになーって、もっとのもっとの部分とかね、掛け声の部分があるんですけど、それをこう、掛け声の部分をね、この子のファンの方が当てたっていう歌ってみた動画もありますんで、そちら。動画の説明欄に URL 貼っとくんで、興味があれば見てみてください。実は俺も声で出とるんですよね。残り4個。回すぜ。残り4個回すぜ。あっちからパパ。ポン。あー、ちょっとダブリがまだ出てきましたね。やべえ。これさ、2個以上ダブリが出たらどうしようかなって思いました。ここからダブってないやつがどれぐらい出てくるのか。ゆずちゃんのやグッズがそんなに出てないんじゃないだろうか。あーっと、新規ショコラタス、何その顔。充電切れした時のショコラタスの顔みたいな感じになってるのか。もしかして背中に充電ケーブルでもあるんではないのかと。残り2個か。残り2個でなんか出てくるかな。よいしょ。おっと、缶バッジやけど、これはさっきもあったな。カムロユズ B。カムロユズ B ってことがあるさ。カムロユズなんとかっていう他のもあったんかな。しかし、かぶってしまいました。この絵が多いんやけどさ、かぶった時にどう飾ろうかって感じやもんな。同じもん2つ、3つ並んどったらなんかあれやな。って。思うとこがありますけど、ラスト1個。よいしょー。あ、おっと、これは C 賞アクリルキーホルダー、ロゴのやつやな。の黒調査隊 C、来ました。なんていうかさ、ちょっとダブリが多かったんで、ちょっと手に入らんかったデザインのものも多かったんと、その、A 賞のブロマイドも欲しかったなと思いながらも、一つも出てこなかったっていうところもあるんでね、うん。猛獣連引くか。
めんどくさいから一個ずつ弾くのやめるぜ、スキップだてーん。しょうがない。というわけで今回の開封動画としては以上となります。レア賞はなかなか当たらんかったな。激レア賞は無理かなと思いつつもさ、レア賞は当たってほしかったなって感はあるけど、さすがに無理だったか。なんていうか、A 賞は一つぐらい当たってほしかったなっていう思いがあったけど、当たらんかったは残念かなと思いますね。さりげなく、カムロユズちゃんのさ、グッズが、実質一種類しか手に入らんかったのがちょっと痛いなーって思うな。この子のグッズ、もうちょい種類があったはずなんやけどさ、30個引いて一種類しか出てこんかったんがちょっとなー、痛かった。キーホルダーとか欲しかったんやけどなー。というわけで今回は、ココロフトとウェブポンの、コラボガチャの開封動画をやっていきました。ウェブポンっていうサイトではですね、他にもいろんな VTuber さん、例えばこんな感じですね、いろんな VTuber さん、あとちょっとアニメのグッズとかとのコラボをですね、ちょくちょくやっておりまして、あ、ここにも桃鉄もあるね。だからグッズもコラボでやっておりまして、まあいろいろ探してみればですね、いろんなところのグッズが手に入る。あ、これガッチマンさんか、オールガイズ。あ、ガッチマンさんもおるで、ここ。へえ、ほんまいろんな人がおるんやな。まあいろんな人がおりますので、ちょっと VTuber が好きな人、 VTuber の好きな人の方はちょっと確認してみれば、そちらのガチャも引けるかもしれませんので、よろしくお願いします。これエロ。というわけでご視聴いただきありがとうございました。今後もこの3人に俺は注目していきたいと思います。今回の動画でこのココロフトというグループの3人の VTuber さんに興味を持った方は、動画の説明欄にこの3人の Twitter の URL とかチャンネルの URL とか貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。今後さらに大きくなること間違いなしの VTuber 事務所さんです。というわけで今回はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。週明け